うした、そんな浮かない顔をして。誰の声なんですか？妻の声だ。2年前に死んだ。生き残った者は死んだ者のことを考え続ける。真実というのはそれほど恐ろしくはないの。一番恐ろしいのはそれを知らないでいること。